はい、でした、保養チング協会会長の、大島明さんなんですけど、この、港に浮かぶ、宝くじ屋の方なんですけど、こちらの方は、1995年95年ですね、はい、平成7年、はい、7月です、はいはい、先ほど宝くじら協会と、はい、宝くじ協会ですね、はあはあはい、でこの大元の造形は、大分浜の、安弘さん、はい、宮平安弘さんがお、はい、絵を作って、はい、それに合わせて、向こうです会社向こう山口県の方で発泡チロールですね、はい、山口県の業者の方が作って、そうです、船で運ばれて、山口県から福岡まで運んで、はい、大きいトラックで、はい、それから福岡からフェリーで沖縄に来て、はいはい、それから、糸満に下ろして、はい、胴体と腕をくっつけて、はい、キスを作って、はい、大船でここまで来てます。うわー、はるばる回遊してきたわけですね、はい、そうです。わかりました。ちょっとそういうなんか、ね、素敵な歴史があることをちょっとね、ぜひより多くの人を知っていただきたいと思います、はい、そうですね、はい、ぜひみんな分かっていただいて、はい、大事にしていただきたいと思います。はい、以上、はい、ザマミコーよりお伝え、はい、お伝えいたしました。大島健さん、ありがとうございました。はい、失礼します。じゃあ、用意スタート。あ、皆さんこんにちは、ザマミスのホエロチン協会の、大城明と申します。私の後ろにあるクジラのモニュメント、先日13日の日にですね、若い者たちが年に一度の化粧直しということでペンキを、塗り直しております。実はこれには深い意味があって、名称は宝クジラって言うんですね。それで宝クジラのその由来は、1995年7月ですから、今から25年ちょっと余りですねに、日本宝くじ協会から、寄贈された、鋳物でできたクジラです。まあ、宝くじら協会からいただいたということで愛称宝クジラになってますけれど、マンホールの蓋、あの鋳物ですね、あれで実はできてるんですよ。まあ宝くじら協会からその寄贈の話があった時に、まあ鋳物の沖縄での唯一の会社、沖縄中鉄という会社の相談に行ったら、まあ、向こうにたまたま営業部長でアグリの方がいまして、それで、下請けを九州の新日鉄というところに、出して、さらに孫請けで山口県の会社にね、まあ、全部依頼したということです。デッサンはその大分浜の親父の宮平康弘が絵を描いて、でそれを監修に私が2回ぐらい山口県に行って、いわゆる発泡スチロールのまま作ってですね、それから鋳型を抜いて、鉄も流し込んで鋳物にしたっていうことです。もともとは福岡から、いわゆる博多から、沖縄にフェリーで来て、それからフェリーで腕と胴体が別々に来たものを糸満でくっつけて台船に乗ってここまで来てます。でここでは四角い基礎がありまして、そのコンクリートを糸満でくっつけて台船で持ってきてここに、設置したというようなところで、私たちにとってはすごい愛着のある宝くじらです。これからもその若い人たちが積極的にこれに、関わってくれ、そしてまだまだ長続きをさせていただきたいです。沖縄県港湾が結構あるんですけれど、そのしかも小さい離島の港の中にクジラのモニュメントが立ってるというのは多分ここだけだと思います。以上、現場からでした。はい、OK です、ありがとうございます。これでいいの？完璧です。